日露戦争で捕虜となり松山市の収容所で亡くなったロシア兵士の慰霊祭が25日松山市三幸1丁目のロシア兵墓地で営まれました。墓地にはワシリー・ボイスマン大佐らロシア人とポーランド人の捕虜98人が埋葬され、松山市が毎年慰霊祭を開いていて今年で55回目となります。慰霊祭には保存会のメンバーや墓地を毎月清掃奉仕する地元の勝山中学校の生徒ら合わせておよそ50人が参列しました。故郷に帰りたくてたまらなかったけれども、その願いは叶わず松山で亡くなったロシア兵の方々、せめて私たちが心を込めてお墓をきれいにすることでロシア兵の方々にこの松山で安らかに眠っていただきたい。私はそういう思いをこの清掃に込めています。参列者は新しい水を水入れに注いだり、水仙やバラなど色とりどりの花を花立てに刺したりし墓地を清めていました。そして墓前で合唱し冥福を祈るとともに恒久平和を誓っていました。まあ、長い間この墓地とロシア人のお墓をですね大事に保存してくださいました。この場を利用いたしまして、まあ、皆さんに、まあ、心より深い感謝の意を表したいと思います。こんなに綺麗にもね指示にお願いして、はい、出来上がりまして、はい、もう安心して楽しんでお掃除に来てます。これからもこの墓地の清掃の伝統を受け継いでいかないといけないなというのがもっと強く心に刻まれました。